海抜本丸は多分23メーターでした。そうすると鎌倉時代にはできないと思うんですね。どうしても室町時代でしょう。これは本丸井戸跡。現在城内では2つの井戸が確認されている。一つは七の郭南角堀底道の先端にあり、もう一つがこの井戸である。本丸の井戸跡には小畑城落城の時、お姫様が金の鳥を抱えて井戸に身投げしたという悲しい言い伝えが残っている。金の鳥っていうのは何なんでしょうね。これ井戸です。石垣がありません。もう蚊がすごいんでね、退散します。ほんとすごい。やっぱりこういうところ来るのは蚊がいなくなった秋から冬がいいですね。まあ先ほども言いましたけど、常陸太田の東側が、海もしくは内海だったと。その内海っていうのも結局どこでその内海にしてたかというと、どこかにその久慈川をせき止めたみたいな跡があってもいいと思うんですけどね。大体がそういうことを調べもせずに内海だったというから、外の海とはつながってなかったと。せいぜい川でつながってたと言うんだけど、今そのフラッドマップでね、地形を確認すると、20メータープラスにすると海まで繋がっちゃうわけですよね。ドロイ、ドバシ、クルアとクルアを結ぶ通路として築いた土手を一般にドバシと呼んでいる。小畑城内では4のクルアと5のクルアの間と5のクルアと7のクルアの間で確認されている。ドバシは通路としては便利であるが、城に立てこもって戦う場合は逆に不利となるため、状況によっては削り取られたのであろう。これが土橋です。まあ基本中世の城とか、まあ、城っていうだけで戦うための場所だと。引きこもってその敵から敵が来た時に、逃げ込んでそこで戦う場所だというようなことが解説されていますが、果たしてどんなもんなのか。基本的に人は殺さないわけですよ。戦いって言ってもね、人を殺さないわけですよ。どこでも人が減るのは嫌なわけですよ。なんでかっていうと、畑を耕す人が、米を作る人がいなくなるからですよね、根本的に。そんな中でね、例えば何万人の兵を集めて、どこどことどこどこで誰々と誰々が戦ったなんていう解説はね、ナンセンスなわけですね。ここはロアとなります。で本当にそういう解説する人はね、戦いが好きなんですよね。鎧兜を着てね、兜にね愛とか入れて人を殺すなんていうのはおかしいでしょ。それどう考えてもそれは愛じゃないですよね。まあ名古屋かねつもなんですけど、おかしいでしょどう考えたって。まあそれを他の
侵略者から守るためだって言った時に、じゃあそこもね、神仏に祈るわけでしょ。八幡大菩薩とか、南無八幡大菩薩我に、七難八苦を与えたまえと言った人もいますけど、勝手に死んでろっていう話なんですね、農民からしてみたら。農民としてはね、誰が漁師になってもいいわけですよ。殺されるわけです。殺されなければ。